皆さんこんにちは、編集担当のアスムです。皆さんはマリオパーティースーパースターズをもうプレイしましたか？今回の動画はまだマリオパーティースーパースターズをプレイしていない方や購入を検討している方に向けた動画となります。ということで今回のゲームニュースはマリオパーティースーパースターズレビュー。記事はヤフーニュースより引用しています。10月29日に発売される任天堂スイッチ用マリオパーティースーパースターズ。本作はスゴロクのようなボードゲームを進みながらコインを集め、集めたコインでスーパースターを購入し、最後に一番多くのスーパースターを持っているプレイヤーが勝利となるパーティーゲームだ。ゲームを進める途中で様々なミニゲームが発生し、ミニゲームに勝てばコインをゲットできるようになっている。本作は任天堂64で発売されたマリオパーティーシリーズから5つのマップがリメイク、歴代マリオパーティーシリーズから100個ものミニゲームが追加され、オンラインプレイも楽しめるという、まさにマップもミニゲームもスーパースターが勢ぞろいしたスーパースターズなマリオパーティーとなっている。 HD 化ではなくフルリメイクされたものなので、映像や演出などは現在のマリオシリーズの新作と全く変わらないレベルのものが楽しめる。任天堂スイッチ本体が1台あれば最大で4人まで遊ぶことが可能。テレビモード時およびテーブルモード時、携帯モードでは最大1人までとなる。マリオパーティーといえばとにかくみんなでワイワイと楽しむボードゲームプラスミニゲームという印象が強いと思うが、本作は一人で遊んでも楽しめるような工夫もされている。オンラインプレイにも対応しているので、近くに遊べる友達がいないという人でも手軽に世界中の人と遊べるところも嬉しい点だ。本稿では本作がどのようなゲームなのかを紹介していく。なお発売前のバージョンであるためシングルプレイのみのレビューになる。ミニゲームが勝利の鍵。キャラ固有サイコロなどはない非常にシンプルなルールに。本作のスゴロクモードは基本はサイコロを振ってボードゲームマップを進み、止まったマスで起こる様々なイベントによってコインを集めていくのだが、マスのイベントで得られるコインは少なめになっていることが多く、ミニゲームの順位に応じて配布されるコインがプレイヤーの主な収入源となる。どんなに多くコインを持っていてもスーパースターを購入できなければ勝者にはなれない。スーパースターが購入できるショップは固定ではなく、大抵のマップで何らかの要素によって移動をする。そのためあと1マスでスーパースターが購入できるはずだったのに、はるか遠くのマスに移動してしまうなんていうこともしばしばだ。このような運要素があるため必勝法的なものはなく、ミニゲームに強いとコインが稼ぎやすい程度のものはある。大人も子供も同じように楽しむことができるのが本作の特徴といえる。本作で使用できるキャラクターは10名。マリオやルイージ、ピーチなどおなじみのキャラクターが勢ぞろいしている。スーパーマリオパーティーに搭載されていたようなキャラクター固有のサイコロは本作には用意されておらず、キャラクターによって何か性能が変わるようなことはないので、好きなキャラクターで楽しもう。ルールは基本的にプレイヤーが一人一人決められた順番通りにサイコロを振って生きながらボードを進むというマリオパーティーの多くで使われているルールになっている。ボードにはコインを手に入れたり逆に失ったりするコマやアイテムショップがあって、さまざまな買い物ができる。またターン終了時には基本的にミニゲームが発生し、それに勝利すればコインを獲得できるという流れになっている。ゲーム開始時にターン数やボーナススターの有無、ミニゲームの説明の有無、ハンデの有無など詳細なゲームルールを設定することもできる。ボーナススターの有無やハンデは本作の戦略性に非常に深く関わる部分なので、設定する際は注意しよう。ボーナススターとは
設定したターン数の終了時、ランダムに選ばれた要素でスターを得られるシステム。例えばコインを最も多く集めた人、ミニゲームに一番勝った人などという時もあれば、ハプニングマスに一番多く止まった人といった時もあり、最後の瞬間まで誰がボーナススターをもらえるのかわからない。逆転要素となるので盛り上がる一方で、一番ランダムな要素で勝敗が決まってしまう部分でもあるので、運要素をなるべく排除したい場合はボーナススターの設定をなしにするといいだろう。本作はシリーズファンには非常に馴染みあるベーシックなマリパとなっており、全体的に新要素という部分はほぼないのだが、だからこそシンプルに楽しめるものとなっている。その分アイテムショップで何を買うかはかなり重要だ。高性能なアイテムほど高いというのはあるが、コインの残数、スターショップまでの距離、スターの購入資金、コイン20枚、ライバルの状況と合わせて何が必要かを考えたい。マップ上にイルクッパの前を通るとランダムで様々なイベントが起こる。大抵はプレイヤーにとって不利になる出来事が多い。またボードゲームにはいわゆるクッパマスというクッパの絵柄が描かれたマスがあり、起こるイベントはそれぞれで異なっている。どちらにしてもクッパとのイベントは大抵がプレイヤーに不利なものが多いという部分だけ共通しており、特にクッパマスではより理不尽なイベントが発生することが多い。だが場合によってはクッパマスに泊まることで利益を得られることもある。他にも前を通ると強制的に指定枚数のコインを取られてしまうノコノコバンクなどもある。ノコノコバンクに溜まったコインはぴったりノコノコバンクのマスに泊まったプレイヤーが全てもらえるのだが、溜まったままゲームが終わってしまうことの方が多い。マリパシリーズのファンだからこそ知っておきたい本作のルール、初心者だからこそ押さえておきたいポイントはこれくらいだ。他にもボードマップごとに登場する様々なギミックはあれど、全体的には全員横並びでランダム要素はシステムでオンオフ可能だと思ってもらえればいい。ボードゲームを規定数周回するというゲームであるため、ターン数の設定次第ではプレイに時間がかかることもある。しかし一人プレイ時ならば中断セーブすることも可能なのが嬉しい。広いマップの場合、システム側で推奨されるターン数も大きくなるが、ターン数を短くしても大して問題はないので好きに選ぼう。強いて言うならば、広いマップほどターン数を短くするとスターショップの前を通る機会が減るため、スター0個から1個での争いになってしまうという程度だ。以上が記事の内容でした。新作のマリパがついに発売されましたね。今回はフレンドに限らずオンラインで世界中の人と楽しめるというのがすごい魅力ですね。今回のマリパですが、アユナが実況するか悩んでおりますので、見たいか違いましたらよろしければコメントでお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録、グッドボタンお願いします。アユナのゲーム実況もありますので、そちらもぜひご覧ください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。